とした問題を抱えていた。何何トムソンウェア。それはビビリーなこと。初めて見るライオンに激しくビビる子グマ。そろそろ慣れたかと思うと、激しくビビる子グマ。素晴らしいリアクションですね。ライオンは怖すぎるということで、相手を可愛い小猿に変えてみる。落ち着いている様子、友達になれるのか。おい怖いぞ。しかしここでもビビりっぱなし。しまいには、なんと影にまでビビる始末。なんとも小心者の子グマであった。あの子グマもう一度見たいですよね。では皆さんにもう一度ご覧になっていただきます。だいたい気づくの遅いし、遅いですよって気づくのが。たっぷり溜まってるわ。ええ顔すっごい。もうパニック。漫画だもん。漫画芸人の教科書になりますよね。リアクションの、あのリアクションは勉強になりますよ。実はですね、今回こちらのクマちゃんのその後の映像を特別にお送りいたしました。見てみましょう。どうなったの。あれ、あれ、あれ、あ、舐めちゃったんだ。こちらは先ほどの映像から1ヶ月が経った頃の映像なんです。これ遊んでるんです。でも自分の方が強いよっていうことを示してるそうで。これは逆に自然に返したらまずいでしょ。